ゆるっとまみちゃんです。僕今日ねユニバに来てるんですけども、今のユニバはですね何のイベントもない閑散期なんですよね。だから以前に比べてね、まあ、空いてる方なんですよね。で今日はですね結構ねリクエストもらってるんですけども、閑散期のユニバでアトラクション全制覇をやっていきます。で前回ね年明けにした時ね9時間12分でね全制覇できたんですよね。で果たしてね今はですねどのぐらいでね全制覇ねできるかねちょっと検証していきます。でちなみにですねこのお店入りは今年までに本気でね登録数ね10万人ね目指すんでね、ぜひね拡散の登録ねお願いいたします。じゃあ早速ねやっていきます。今日もチーム、はい、じゃあね今日もねやってきたんですけども、今のユニバはですね、まあ、営業時間が短縮なってて10時から19時の営業時間なんですよね。今ね朝の8時なんですけども、前ね8時に来た時ですねもうチケットブースの後ろまでね人がね並んでたんですけども、今ね8時の時点でもう入場ゲートのもうほぼ先頭ですわ。いや8時に着いてこんだけ先頭行けるって結構珍しいですよ。そして今日はですね9時半にアーリーパーキングですね。そして今日はですね9時45分にねユニバがねオープンですね。今から始まります。はい、じゃあね早速ねユニバの中ね入りました。でまず最初はですね、まあ、閑散期でも鬼滅って、まあ、100分待ち超えってあるんですよね。だから朝のうちにね鬼滅ね終わらします。で先に鬼滅行ってきます。はい、じゃあね今日もですね鬼滅ねやってきました。今の待ち時間どうですかね。現在30分待ちですわ。前ね30分待ちで来た時ねノンストップで乗れたんですよね。だから多分ねこれもですね多分ノンストップで乗れますわ。ここもねノンストップで行けそうですね。はい、じゃあね行ってきます。じゃあね、鬼滅ね乗ってきました。今回は割かし早くね乗ることができました。そして次どうしようかなって考えたんですけども、やっぱり今って閑散期って言ってもやっぱり鬼滅とハリドリとマリオって、まあ、三大ボスなんですよね。でとりあえずね鬼滅をやっつけたんで次はですねハリドリね行ってきます。でやっぱり前と比べたらやっぱりパーカーですね、閑散期ね入ってますね。はい、じゃあねハリドリね着きました。で現在ですねバックドロップが55分待ちで前向きがね30分待ちですよね。そしてバックドロップか前向きかねどっちしようかなと思ったんですけども、まあ、今のねそのハリドリって基本的には後ろ向きの方がね待ち時間ね長くなる傾向があるんですよね。だから今のうちですね、まあ、バックドロップね片付けます。まあ、ですけどねいつもよりはですね結構ね早くね前に進めてますね。いやー今日もめちゃくちゃええ天気ですよね。バリバリええ天気。説明書もねもうね早くねもらいましたわ。そしてもうね屋根の下まで来ましたわ。やっぱり前の年明けと比べたらちょっと早くね乗れそうな感じですよね。はい、じゃあねもう階段のとこまでやってきました。もうすぐですね、すぐ。はい、じゃあね、行ってきます。はい、じゃあね、とりあえずね、バックドロップね、乗ってきました。いやー、やっぱりバックドロップとかやっぱハリドリやですね、やっぱ閑散期でもね、やっぱ並ぶの時間かかりますよね。で、いつもですね、僕ハリドリ乗る前に、何聞くかね、僕いつも言ってるんですけども、今回言ってなかったですよね。僕がさっきね、聞いた曲はですね、こちらです。タラタタタタタラタタタタタラタタタタン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 タタタタタタン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 。でも次もですねもうね前向きで行ってきます。このまま。そして現在ですね前向きね40分待ちですよ。で後ろ向きがですね45分待ちとなってるんでさっきより空いてるってね。そしてハリドリなんですけども朝来た時よりね空いてますね。さっきねここにぎっしりね人並んでたんですけども、そしてもうね屋根の下まで来ましたよ。前向きの方がね早いってねやっぱり。いやそう考えたらさっきねさっきね、まあ、前向きってね今ね後ろ向き行った方がね良かったかもしれないですね。ちょっと後悔。そして今回ね僕が聞く曲はですねてて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 て
もうね、乗れそうですね。そろ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 。はい、じゃあね、こちらのね、前向きね、行ってきます。じゃあね、ハリドリね、乗ってきました。もう相変わらずヒューバーンヒューってなりましたね。感想が適当っていうね。で、次どうしようかなと思ったんですけども、まとまりがワンダーランドなんですよね。で、ワンダーランドのアトラクションね、もう一気にね、行こうかなと思ってるんですよね。で、ワンダーランドのアトラクションって、まあ、一部のアトラクションですね、予約乗りって言って、まあ、アトラクションですね、事前予約することができるんですよね。で、さっきですね、僕ね、フライングスヌーピーね、予約乗りね、したんで、とりあえずね、フライングスヌーピーからね、行ってきます。そして、ワンダーランドね、やってきたんですけども、もう今日はね、だいぶとね、空いてますわ。で、現在のワンダーランドの全部のアトラクションね、5分待ちなんですよね。で、まあ、正直で予約乗りね、今日する必要はちょっとないんですけども、まあちょっとね、まあ、取ったんで行ってきます。今回ね、予約乗りでね、乗るんですけども、フライングスヌーピーの待ち列ね、だいたいね、2列ぐらいですわ。これ予約乗りいらないな、今日は。みんな、準備できた？大きなスヌーピーの背中に乗って、空の旅へ。はい、じゃあね、フライングスヌーピーね、乗ってきました。これ予約乗りなしでも全然いい、今回は。で、次はですね、もう僕のね、超大好きなね、キティちゃんのコーヒーカップ行ってきます。現在ここも5分待ちですよ。うわ、もうキティちゃんのコーヒーカップもう独占。はい、じゃあね、キティちゃんのコーヒーカップもね、乗れました。で、次はですね、もう目の前にあるこちらのビッグバードのメリーゴーランドですね。まあ、このね、ビッグトップサーカスはですね、普段でもね、待ち時間少ないんで、まあ、多分これもね、今日ね、一瞬でね、多分乗れますよ。まさかのビッグトップサーカスね、誰も並んでないっていうね。いや、これほんまに初めてぐらいかもしれへん。あ、めっちゃ平和。平和の象徴やで、これ。平和の象徴で、ね、表すアトラクションですよ。皆さん、隠れたメッセージで、これは。いやー、早くね、このようにですね、平和が訪れますように。そして次はですね、モッピーね、行ってきますわ。モッピーのバルーントリップね、現在5分待ちです。まさかのノンストップでね、乗れますわ、これも。はい、じゃあね、モッピーのバルーントリップもね、乗ってきました。相変わらず腕疲れた。で、次はですね、エルモのゴーゴースケートボードですね。全部5分待ちです、今日は。はい、じゃあね、ゴーゴースケートボードね、乗れました。ウィー。そして次はですね、このプレイグラウンドの中にあるね、バブルバブルね、乗ってきます。このプレイグラウンドもですね、まあちょくちょくね、このちっちゃいお子様がいるって感じですね。でね、このワンダーランドのアトラクションって基本的にはフライングスヌーピーかバブルバブルってめちゃくちゃね、待ち時間長くなりがちなんですよね。だから念のためにね、バブルバブルね、僕ら予約のリア取ったんですよね。で、案の定現在ね、15分待ちです。いや、バブルバブルに関したら予約のリア取って正解ですよね。だからね、まあ、閑散期でもね、行く方はですね、まあ、予約のリアどんどんありかなと思いますね。
ボルバフルに遊びに来てくれてありがとう。はい、じゃあね、これで一応ですね、ワンダーランドのアトラクションね、全部ね、終わりました。で、前回ですね、まあ、全部のワンダーランドのアトラクションの予約取りで、ね、使った時でもね、まあ、大体60分ぐらいでね、全部行ってたんですけども、今回ですね、予約取りで使わなくても、もう40分ぐらいでね、全部で乗ることができましたね。そして次はですね、もう皆さんお待ちかねの、豆豆ポータエリア行ってきます。で、魔法界ってね、こういう閑散期はですね、まあまあ、賑わってるのは賑わってるんですけども、まあ、アトラクション自体ね、まあ、混んでないんですよね、正直言って。だからまあ、この閑散期間はですね、まあ、特に空いてたら、まあ、10分待ちとかがね、まあ、当たり前になってくるかな。はい、じゃあね、豆ポッターエリアね、やってきました。相変わらずですね、ここの世界観はすごいいいですよね。で、まずこの魔法界の最初のアトラクションはですね、まあ、ヒップグリフね、乗ってきますわ。やっぱり現在ね、10分待ちです。禁じられたね、森の中ね、入っていってます。このヒップグリフもですね、まあ、すぐにね、乗れそうですよね。で、僕ね、そのホグワーツの授業の中で、一番受けたい授業が、ハグリッドの授業を受けたんですよね。あれ、めちゃくちゃ楽しそうじゃないですか。皆さんね、何の授業を受けたいかね、コメント欄にね、ぜひ書いてください。じゃあね、そろそろですね、じゃあね、行ってきます。はい、じゃあね、ヒッポグリフね、乗りました。で、次はですね、やっぱり、今日もね、禁じられた旅で行ってきます。そして現在ね、10分待ちでーす。じゃあ早速ね、このホグワーツの中ね、入っていきます。いいね、やっぱり。このホグワーツの中もですね、まあ今日はですね、すぐにね、入れそうですわ。うわー、最近ね、映画ね、一作目から見てるんですけども、やっぱりここの作りすごいですわ。このね、ジャーニーもですね、今日はすぐに行けそうですわ。そして相変わらず、このね、ハリーポッターエリアラー、ホグワーツの中はね、顔がめっちゃ暗くなるって。今ね、これ僕の顔じゃなくてもいいでしょうね。そのぐらい超暗いよ。もうね、一発ですね、一発。はい、じゃあね、禁じられた旅ね、行ってきました。僕何回ね、禁じられた旅してくんね。禁じられてるのに。そして一応ね、これでね、魔法界のアトラクションですね、全部ね、終わりましたね。そしてね、次ね、どうしようかなって考えたんですけども、今ね、ジョーズね、運休中なんですよ。だから次はですね、まあ、任天堂ワールド、だからマリオの世界ね、行ってきます。じゃあ、このままですね、まあ、任天堂ワールドに一直線です。はい、じゃあね、廃観光のね、人がいるね、世界ね、行ってきますわ。そして、この任天堂ワールドもですね、もう最近ね、まあ、空いてる日は、丸一日フリーユーザーの日も増えてるんですよね。まあ、ですけど、まあ、土日とかはですね、まあ、途中でね、整理券になる可能性があると思うので、ね、ぜひね、またね、注意してください。でも、ほんまに一日フリー入場って、めっちゃ久々ですからね、本当に。ここ数ヶ月ずっとね、整理券必要だったんですから。でもう整理券だけじゃなくて抽選券必要な日もありますからね。そして今日もですね、この緑の地球の中ね、入っていきます。地球の世界行ってきますわ。おお、いや、安定にね、ここの世界はいいですよね。そして奥の方でゴリラの世界作ってますよ今。そしてね、今からですね、マリオカート行こうと思ったんですけども、現在ね、マリオカートが運休中なんですよね。で、またね、再開するね、時間帯とか分かってないらしくて、まあ、ジョーズと同じでね、運休中で行けないんでしょうね、今日。まあね、今回はですね、ちょっと残念なんですけども、まあ、前回のその全制覇の企画で、まあ、ヨッシーアドベンチャーね、含んでなかったんですよ。で、今回ね、まあ、ヨッシーアドベンチャーが復活したということで、ヨッシーアドベンチャーね、行ってきます。いや、このおまみ TV では、久しぶりのヨッシーアドベンチャーじゃないですかね。で、現在ね、25分待ちです。いやー、ここもですね、久しぶりの Q ラインですよ。いや、マ
マジで久しぶりやわこれ見るの、うん。まあ、このヨッシーアドベンチャーの Q ラインってちょっと2番には珍しいね Q ラインなんですよね。そして今現在ですね、まあ、マリオカートがね運休中の影響でこのヨッシーアドベンチャーがねちょっと混んでるってね昨日ね見た時ね、まあ、10分待ちとかもあったんですけども、うん、さっきねなんかたまたま見たらもう40分待ちやった時もあったんですよ、うん。やっぱマリオカート運休したらその影響でヨッシーアドベンチャーにみんな行くって感じですかね。久しぶりのキノピコちゃんですよ。僕マリオカートでもね絶対キノピコねよく使うんですよね、うん。そして今日はですね青色のヨッシーですね。青ヨッシーですわ、うん。いや久々じゃないこれみんな見るの、うん。うわやっと復活したんですね。皆さんね一緒にねあれね歌いましょう。久しぶりですね、こやつらも。めっちゃ可愛らしいですね。あったー！相変わらず、マーメン、マーメン、マーメン。よかったですね。はい、じゃあね、一通りね、このね、ニンテンドーワールドのアトラクションね、乗ったんでね、とりあえずね、出ます。そして次はですね、もう隣にあるジュラシックパークエリアね、行ってきますわ、うん。まあ、ジュラパーエリアもですね、今日見たらね、結構忘れてたんで、まあ、ここもね、多分ね、一発で終われたいます。そしてこのままね、ジュラシックパークエリアの方ね、行ってきます。そしてジュラパーエリアで最初に乗るアトラクションですね、もうこの時期はやばいジュラパライドでして、ただいまね、ジュラパライドね、現在5分待ちです。まあ、このね、ジュラシックパークドライドもですね、もう一瞬でね、乗れそうですね。もう一直線で乗れますわ。まあ、そもそもこの時期にね、これね、行く人まず少ないですよ。一番前ですわ。はい、じゃあね、濡れてきました。でも今日はですね、まあ、そこまで濡れなくてよかったですわ、マジで。そして次はですね、もうこのままですね、もうフライングダイナソーの方ね、行ってきますわ。そしてダイナソーの現在の待ち時間が15分待ちですね。で、ダイナソーね、今日ね、30分待ちとか40分待ちもね、ちょっとね、あったんですよね。だそれに比べたら、まあ、空いてる方かな。うん。いや、でもこの髪の毛乾くかな、このダイナソーで。普通に前髪冷たいねんけど。ここもですね、前ならですね、まあ、ここら辺びっしりね並んでたんですけども、やっぱり閑散期って感じがしますよね。もうね、説明書ねもらいました。もう少しで行けそうですね。もうそろそろね乗れますよ、うん。ダイナーさんもねめっちゃ早くね乗れますね。はい、じゃあね、フライングダイナソーね、乗ってきました。やっぱりもう相変わらず、ヒーバー、ブイッグ、グリッグ、グリッグって感じがしました。そして次はですね、まあ、ミニオンパークの方ね、行ってきますわ。で、おそらく、まあ、ミニオンパークの方もですね、まあ、今日はですね、まあ、その親子層が少ないので、まあ、空いてる方かなと思いますね。はい、じゃあね、安定にミニオンパークの方ね、やってきました。でまずはですね、まあ、ミニオンハチミツアイスからね、行ってきますわ。おお。現在ですね、5分待ちですね、ここ。こちらのミニオンハチミツアイスもですね、もうノンストップで行けますね、今回。はい、じゃあね、もう一瞬ですよね。じゃあね、ミニオンハチミツアイスね、行ってきます。はい、じゃあね、ハチミツアイスもね、乗ってきました。次はですね、もうミニオンハチミツライドね、もうこのまま行ってきますわ。まあちょいっとね、待列があるって感じですかね、これに関しては。もうね、行けそうですよ。でもこれミニオンハチミツライドって、ライド目の前に一見ね、その映像とかのそのプレッシャーを見なきゃいけないんですよね。だからそれで、ね、含めても結構かかるんですよ。は
い、じゃあね、こちらの方ね、行ってきます。はい、じゃあね、ミニオン初めてライドね、乗ってきました。で、残りはですね、クモ男、クモアタカ、クモアタカね、行ってきます。そしてね、このニューヨークエリアもですね、今日はですね、まあちょっとカンスタントしてますね。果たしてね、クモ男現在何分待ちなんすかね。おお、現在ね、クモ男ね、20分待ちです。もうスパイダーマンもですね、ほぼノンストップで行けそうですね。はい、じゃあ早速ですね、こちらのね、クモ男ね、行ってきます。はい、じゃあね、クモアタカー、クモアタカーね、乗れました。相変わらずですね、クモ男めっちゃかっこよかったですね。うん、でね、今ね、ちょっとね、待ち時間見たらね、マリオカートね、復旧したんですよ。だからちょっと遠いですけども、今からね、マリオカートの方ね、行ってきます。で、マリオカートで、まあ、ほんまに終わりですよね。で、ニンテンドーワールドも最近ね、ずっとね、丸一日フリー入場なんで、今からでもね、全然ね、行けるんですよね。はい、じゃあね、ニンテンドーワールドね、やってきました。もう2回目ですよ。はい、じゃあ本日2回目の緑の地球の中ね、入ってきます。はい、じゃあまたね、マリオの世界にね、やってきました。うおー、リベンジマリオカートなんですけども、ただいま現在55分待ちですね。いやー、だいたい1時間ぐらい並ぶんですよね。大変ですね。まあさすがのね、55分待ちなんで、まあ、結構ね、広めの待ち列になってるって感じですよね。もうあっという間にですね、もうこちらのね、まあ、本ゾーンやってきましたね。でも言ってる前にですね、こちらのね、スネ夫帽子ね、もらいましたわ。もうちょいですね。いやでも今回に関したらマジでマリオカートがメンテナンスでね、運休になってるのね、ちょっとね、予想外でしたね。それなかったらね、もう少しね、早くね、行けたと思いますよ、正直言ったら。もうちょいですね。いや、マリオカートね、僕最近ね、超不況で、なかなかね、200コーン行かないんですよね。いや、今日こそ行きたいけど、これ毎回行ってるけど、毎回行けないっていうね。これ乗ったらね、全数破棄額ね、一応ね、終了ですね。はい、じゃあね、マリオカートね、行ってきます。で、このクッパ城なんですけども、このクッパ城もですね、顔がね、暗くなりがちなんですよね。城あるあるなんかな。はい、じゃあね、マリオカートね、乗れました。で、コインはですね、179コインでした。あと20コイン。で、これでね、一応ね、まあ、アトラクションね、全部ね、乗ることが終わりました。はい、じゃあ今日ですね、閑散期の今でね、アトラクションね、全種類制覇ね、やっていきました。で、結果ですね、6時間2分にね、全部ね、乗ることができましたね。で、前回の年明けの時は、9時間13分だったんで、まあ、大体3時間ぐらい早くね、乗ることができましたね。で、おそらくなんですけども、またですね、まあ、これからどうなるかわかんないですけども、まあ、3月のクールジャパンとか、あとはイースターイベントが始まるまでね、多分ね、こんな状況ね、続くと思うんですよね。ね、またこの海 TV ですね、またね、ユニコのね、パークのコンテンツ状況をね、お伝えするんでね、ぜひね、またね、待っててください。で、今日はですね、なぜかですね、左側のね、コンタクト痛い。今回全く関係ないですけども。はい、じゃあね、これからもね、いろんな動画あげると思うよ。チャンネル登録、グッドボタンも忘れげん、だけで、バーイ。